ア内のオラクル反応照合。問題ありません。張り切っていきましょう。仕事だ、行くぜ。行くぞ。くれ。これより撮影エリア内にリンクサポートデバイスの効果が現れます。バーストレベルマックス。ここが勝負ですよ。悪くねえな。荒神、活動停止します。やるな。討伐対象の沈黙を確認。本日のミッションも。お、ブラッドの隊長さん、ちょいと折り入って話があるんだがな。ブラッドアーツだっけ？あれの使い方、もう少し上手くなりたいんだよな。剣先がビッとした時にグッと力入れてバーッと解放するイメージだと思うんだが。そうか。うん、やっぱりよくわからんな。お前さん、時間がある時でいいからさ、こんな風に俺にいろいろ教えてくれ。人に教わるのは随分久しぶりだな。なんかこう、あれだな、すごくワクワクするな。ああ、わかってるって。ちゃんといろいろ授業料は払うからさ。じゃあ先生、当てにしてるぜ。よろしくな。舞台の展開を確認しました。皆さんの背中ちゃんと見てますからね。行くぞ。移動すんぞ。よし、索敵するか。リンクサポートデバイス効果発動。バーストレベルマックス。ここが勝負ですよ。ぐっ。荒神の反応は消滅しました。余裕があれば回収。エリア内のオラクル反応照合。問題ありません。張り切っていきましょう。仕事だ、行くぜ。行くぞ。おっと、カモが目にしょってやってきた。リンドウさん、討伐対象の荒神と遭遇。交戦開始。はいよ。
ろう。アラサミが交代、捕食に向かいました。おいおい、どこ行くつもりだ。リンクサポートデバイス効果発動。リンクサポートデバイス作動。一時的に防御性能が強化されます。くたばりやがれ。くたばり。よっしゃ。敵の接合方向に確認。どうよ、効いてるだろう。ブラッドワン、バースト時間残りわずかです。頼むぜ。悪くねえな。アラガミ、ダウンしました。まだまだ行くぜ。敵の結合崩壊を確認。敵のオラクル反応が低下し始めました。ブラッドワン、バースト時間残りわずかです。よし、索敵するか。おう。受け止め。5分が経過しました。食ってやる。
よし、索敵するか。よし、任せろ。先生、こんな感じか？
いやー、まだまだですよ、先生。でもありがとうな。お前さんの教え方がいいからだよ。ブラッドアーツをお前さんに初めて見せてもらった時さ、確信したんだよ。新しい世界を切り開く鍵はこれだってな。まだ見ぬ脅威や絶体絶命の状況から仲間を守り、そして生還する力。お前さんが教えてくれるブラッドアーツには、そんな強い意志の力を感じるんだ。生きることから逃げるな。って、あれ？俺、お前さんとこんな話したことあったっけ？そっか、すまんな。どうも既視感があったもんでな。ま、そういうわけで、ブラッドアーツはすごいよなって話だ。出来の悪い弟子ですまんが、もうしばらく付き合ってくれよ。な。それでは、作戦行動を開始してください。皆さんの活躍、期待していますよ。行くぞ。よし、索敵するか。リンクサポートデバイス、効果発動条件を満たしました。バーストレベル3、解放されます。ここが勝負ですよ。討伐対象の沈黙を確認。本日のミッション。舞台の展開を確認しました。皆さんの背中、ちゃんと見てますからね。よーし、行くか。始めるか。これより、作戦エリア内に、リンクサポートデバイスの効果が現れます。人機連結解放、最大レベル。これで決めましょう。よし、索敵するか。おう。任務完了。お疲れ様です。お疲れさん。各種データを送信しました。周囲に気になるものはありませんか？始めるか。
昔はよくここで戦ったもんだ。お前ら、言われるなよ。これより、作戦エリア内に、リンクサポートデバイスの効果が現れます。新規リンクサイフォン、最大レベル。これで決めましょう。討伐対象の沈黙を確認。本日のミッションも無事に終わりました。舞台の展開を確認しました。皆さんの背中、ちゃんと見てますからね。行くぞ。ほら、行くぞ。よし、索敵するか。リンクサポートデバイス、効果発動。人機連結解放、最大レベル。これで決めましょう。最後の荒神を撃破しました。これにて任務。正直さ、俺あまりデスクワークとか向いてないんだよな。根っからの現場主義というか、まあ荒神討伐の方が性に合ってるというか。あ、林道さん、榊博士が探してらっしゃいましたが。うん、了解。やっと来ますってだけ伝えといてくれ。了解です。お伝えします。で、なんだっけ？ああ、そうだ。デスクワークだよ。仕事の連絡とか報告書のサインとか、本当にめんどくさいんだよな。あ、林道さん、こんちはっす。ピース。いつも体調借りててすまんな。いえいえ、うちの隊長もまんざらでもなさそうですよ。ね、隊長。じゃ、失礼します。またな。ん？どうした？まあ、モテたところでおっさんだし、既婚者だしな。あと今日何するんだっけ？あ、あれだ。相馬からキュービの分析聞いて、榊博士とクレイドルの遠征計画詰めて。林道さん、サテライト拠点の入植計画書、今日が締め切りですからね。あ、それだ。前みたいに、相馬に代筆頼むとか、やめてください。もちろんですよ。アリサ殿、了解であります。あのさ、この後、ちょっと時間ある？
各種データを送信しました。周囲に気になるものはありませんか？始めるか。ほんじゃ始めるか。よし、索敵するか。リンクサポートデバイス効果発動条件を満たしました。人機連結解放最大レベル、これで決めましょう。これにて任務完了ですね。帰還ポイント。こちら、サポートの準備はできています。作戦行動を開始してください。ほんじゃ、始めるか。始めるか。よし、索敵するか。リンクサポートデバイス作動、バーストレベルマックス、ここが勝負ですよ。これにて、任務完了ですね。帰還ポイント。作戦エリア内のオラクル反応照合、問題ありません。張り切っていきましょう。行くぞ。始めるか。よし、索敵するか。リンクサポートデバイス効果発動、バーストレベルマックス、ここが勝負ですよ。最後の荒神を撃破しました。これにて2エリア内のオラクル反応照合、問題ありません。張り切っていきましょう。よし、行くか。よし、索敵するか。リンクサポートデバイス効果発動、バーストレベル3解放されます。ここが勝負ですよ。任務完了、お疲れ様です。まあ、ああ、昨夜か。俺だ。お疲れさん。レンはどうしてる？ああ、そうだな。もう起こさなくていい。多分、あさってぐらいには一回戻るよ。ああ、いつも任せきりですまないな。じゃ、
また連絡する。うん、ありがとう。じゃあな。あ、おお、お前さんか。なんか、こっぱずかしいところを見られちまったかな。ああ、そうだな。そう言われると、結構、最近な、うちのチビのおしゃべりが楽しくてな。この間なんてな、荒神がいなくなったらパパお仕事なくなっちゃうのなんて聞かれてな。え、ちょっとドキッとしちまったよ。ああ、すまんすまん。これは完全に親バカってやつだな。ああ、そうだ。そろそろお前さんに聞きたいと思っていたんだ。キュービーを倒した後、俺はお前さんをクレードルに誘ったよな。改めてお前さんにお願いしたい。俺たちクレードルと一緒にやっていかないか。ああ、そうだな。お前さんたちブラッドにはいろんなことが起きすぎたよな。そうだな。俺、親になってな、初めて気がついたことが驚くぐらいたくさんあったんだよ。中でも一番びっくりしたのが、本当に親は子供に育てられるってやつでな。自分の未熟さやら不甲斐なさやら、まあ、とにかく自分の凝り固まった考えによく向き合うんだよ。そんで、ふと気づいたんだ。俺はいつも育てたつもりになってたやつに、むしろいろいろ教わって育ったんだなって。そうしているうちにそいつらはいつの間にか、もうかけがえのない戦友になってるんだよな。お前さんならわかるだろ。ああ、だから変に気張る必要はないんだ。今のままのお前さんがいろんな出会いを経て、時に教え、時に教わり、少しずつお互い育っていくだけできっと十分なんだ。ま、お前さんにいろいろ教わった戦友が今目の前にいるってことだけは覚えておいてくれよな。